さてと、久々に実況しますか。本当に全然実況してなかったからな。ということで少し前に一緒に遊んだ、ゆうき繰り返しそゆうさんと遊びます。うんだれ？ゆうき繰り返しそゆう？読み方やさおにだし繰り返しじゃなくてまで言うじゃなくてだなんだよな。読み方なんてどうでもいいんです。まともに読む。それはできるよね。ということでキャラは石ですが何か問題ある？喧嘩腰やめたら？ゆっくりに腰はないんですけど、本当の腰のこと言ってるわけねえだろしね。ということで今回も変わらず解読するんですが、なお初手チェイス。安心したまえ。この2枚の板期待。ファンドイ、あれ。があればハンターを操作不能に陥らせるのもたやすい。名前のせいでものすごく不安なんだけど、見かけで物事を決めてはいけないんだよ。ということでここは倒してしまったのでアローンパレットとかしましたが問題ありません。雲行き怪しくね。体が軽い。こんな幸せな気持ちで戦うなんて初めて。もう何も怖くない。ゲロいなーれ。なんか和解してたわ。どういうこと？ありがとう。もう二度と会えないかもしれないけど。そうだな、ヤサオにされた後ってなんか無性に寂しくなるよな。ということで、この一度限りの出会いに乾杯。ありがとうな。まあまあさっきのはすっかり忘れて次行きましょう。あんなにしんみりしてたのに？そんなのゲームの話でしょ？性格悪そう。まあさっきの人と今遊んでいるわけですが、え？モチクンダーがさっき和解したピエロの人、秒で再会してて草。噂をすればなんとやら、この人がモチクンですね。あ、名前モチクンダーじゃないです。ということで動画のために解読一緒にします。初心者あるある。いや思ったんだけど暗号機の揺れでこっち来そうだからこいつらおとりにするべ。うわ、キモ。それただの悪口じゃね？まあ頑張ってください。だっけ、キボンヌ。私はイエスだった。ノー、ただの感覚違いだった。もしもし PTA、今頃かの小屋は阿鼻教官になるらんな。今頃あの小屋は阿鼻教官になっているのだろうな。てかムキムキを見つれてきやがりけれど、てかムキムキを見つれてきやがったんだけど、通報してもいいですかね。勝ち勝ち、結婚したのかは。ということでチェイスしていきてねー。何が頑張れ、持ちこたえろだー。はいはい、落ち着いてねー。フラッシュバックしたんだねー。私を勝手に薬中にしないでくれます？てかなんかラグイみたいだね。お前だったら端末投げてるな。投げませんよ。なんか私強人キャラみたいになってるけどまともだからな。おい、このチャンネルの全動画見返してこいや。てかピエロの挙動がシュールで草。もしかして蓄能症？草ではなく草です。まあこの調子なら逃げられそうだね。ラグを起こすツール使ってるんですか？いつも思うけど何かあるたびに私を疑うのやめろ。それにしてもまあかなりラグイみたいだな。オンラインゲームだからね、仕方ないね。てかたまに瞬間移動してくるんだけど。あ、こんな感じ。お客様、困ります。あ、いけません。お客様困ります。あ、必死で草。動かねえ。ついに私たちもラグの餌食に。エリスベット、パトローナム。ピエロはディメンターだった。なんか草。はい、今回はいろいろな視聴者さんと遊んだので実況していきます。この選ばれた人々って生贄だったりする？あ、もしかして私のこと魔物か何かだと思ってます。ということで今はゆでタピオカさんと遊んでます。ロケットチェアの耐久時間めっちゃ長そう。あ、もしかしてタピオカのために並ぶ時間とかけてます？いちいち確認すると私が滑ったみたいになるだろ。まあ小屋スポーンで思った通りカウボーイと会ったので移動します。一箇所に固まるの草。あまりにお散歩長いともったいないからあの3枚板で解読しようかな。チェイスになると厳しいが、このマップなら小屋に行くのがテンプレですし、おっし、小屋まで行く時の時間考慮してます。ということで今回は雲ですね。フラグ回収の極み。まあ安定の5台分チェイスしますね。5秒チェイス。地理会計。とりあえずこの2枚板経由からの建物で実行できればいいですね。実行します。まあまずは一周できるか。何回と加速してこないからできそう。あ、お箱のお金で買収ですか。これに関して私一切関与してないからな。ふふふ。でも今回はサバの新スキルを持ってきたんです。今みたいにサバイバーの尻から透明のベニヤ板出して道を塞ぎます。切れ字不可避。あとベニヤ板で殴ってスタン可能。化け物じゃねえか。そろそろ板倒そうかな。ここで香水。保険で板前香水巻きました。そしたら建物直行だな。いやー、さぞかしムカつくでしょうなー。うぜー。これでゲート前煽りされたら私ならサブ赤50個の大家族で通報します。通報のためのアカウント多すぎだろ。病院内もいいけど解読してるみたいだね。ということで外に舞い降ります。自分のこと妖精かなんかだと勘違いしてそう。てかハンターラグいのかな。ラグスイッチで5人ぐらいに通報されてそう。あ、私チートとか何も使ってないので勘違いしないでよね。需要のないツンデレ。吐き気が。失礼すぎるだろ。あ、諦めたみたいだな。さあ、解読解読。あ、瞬間移動するみたいだぞ。でも印はないから大丈夫じゃない？誰のところに行ったんだろうな。いや待て、心音するぞ。あー、間違えちゃっ
ったか。しょうがないよねー。いつものことだけどうざいね。ないです。まあこうなったらほぼ勝てると思うんで目つぶってプレイします。お荷物無能クソ地雷。破壊力ありすぎだろ。まあ香水も2個あるから余裕でしょう。この後あんな出来事が起こるなんて彼女は知る由もなかった。不穏にしないで。てかここずっとブルブルしてるだけで時間稼げちゃってるけど私プロだったりする？全然そんなことないです。あ、確かにプロだね。そうだろう。そっちに関しては、傷つけちゃいけないんだよ。じゃあ私の心の傷は。そんなことより、ちょっと判断ミスったので香水振りまいて逃げます。でもこの的確な移動、ゾーン入ったわ。岩に突っかえて移動しただけにしか見えませんでした。だってこれ取りためだからずっと前のですし、唐突にメタぶち込んでくんなよ。ということでそろそろ板倒します。割ってる隙に場所移動だな。あ、でもここなんか暗いそうだから一枚の板でお茶を濁せたら嬉しい。香水をできるだけ渋る作戦か。外側から倒せたらいいんだけど、攻撃もらわずに倒せたな。よし奥まで逃げるぞ。さてと、解読もまあまあ進んでそうだね。そして板がありますね。あまり強くはないけど時間稼げるかな。うーん、追いつかれそうだし倒して割らせるか。そうしよう。その後は奥の板に行けば。だがクモの巣の加速で板の割るスピードも速いな。はい、私落ちました。オンラインゲームだからな。多少は仕方ないだろう。私がラグいのは許しません。うーん、このクズ。てかさっき板にめり込んでたんだけど、いろいろ起きてて草。あ、諦められたね。よし、通電したね。早速ゲート開放するか。そうだね。ちゃちゃっとおさらばしよう。さらばしよう。さらばしよう。やべえ、バレた。まあその後は特に何もなく脱出できたんだけどね。思ったけど視聴者さん一回も映ってなく、都合の悪いことは削除の対象となります。ジャパン、怖いね。そしたら次行こうぜ。と言いたいのですが、企画の準備のため短い動画にさせてもらいます。あとこれから投稿ほとんどされないかもしれませんが、企画をいいものにするためご理解のほどよろしくお願いします。ということで今回は終わりか？ただ他にも遊んでいたから次回も視聴者さんが参加してるよ。それじゃ、しばらくの間。バイバイ。